い、どうもプロボーラーのイソピーです。はい、今日はね、久々に対戦動画の方を撮っていきたいと思います。そして、今日の対戦者は原田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。原田さんね、今日なんと愛知からはるばる来ていただきました。そして、なぜ来ていただいたかというと、こちらピッチパーク、ね、今日はね、このボールのドリルで、来ていただきました。それでこのピッチパープル僕も持ってるんで、今日はこのピッチパープル縛りで対戦をしたいと思います。はい、でね、まあ、原田さん、今でこそこうやってね、ボウリングを一緒に、させていただくような感じなんですけど、実は出会いは、ね、出会いはゲームです。そうなんです。実はね、あのゲームで知り合って、その話していく中で、あのお互いボーラーだということをたまたま知り合って、でそのままボーリング仲間になったという、ね、出会いはどこにあるかわからないどこにあるかわからないですね。はい、原田さんね、一回あのベンデショーグランドボールさんの、クリピーさんとね、会った時に一緒に動画を撮らせてもらってるんで、よかったらね、クリピーさんのチャンネルの方でも出てるんで、よかったら、見ていただけたらと思います。はい、じゃあズバリ原田さん、今日の目標は何点ぐらいを？いや、今日の目標は200アップできればいいかな。200アップ、じゃあ僕は205点目標で。で今日のね、レーンコンディションなんですけど、まあ、ウルタンにはちょうどいい36フィートなんですけど、ただ引いてからまあまあ投げてて、今ちょっとねウォーミングアップしたんですけど、やばかったですね。やばかったですね。まあまあ、でも意外となんとかなるんじゃないかなと思って頑張りたいと思います。じゃあそろそろ投げていきましょうか。投げていきましょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。やりますね。ちょっとプレッシャーが。しました。ちょっと外水しましたけど、いやー残ってほしかったな。練習がね、ちょっとあまりにもひどかった、ね、そうあまりにもひどかった。もうセブンティーンやらジャストエイトやら。じゃあここで先行してプレッシャーを。あ、力入りそう。出てお願いします。ちょっと先行出ましたからね。ダメですね、力入りますね、本番になると。もう一歩。大丈夫。スペアは取れた。
やばいなこれ。いやこれ外せないな外せないなこれ。いや打ちミスするかもしれないなこれ。うまいっすか。まあ後ろありますからねあれ。スペアボールっていこうかな。へえ。ああ、なんか渋い戦いになってきましたね。ちょっとリアカンも結構やばい。まあまあまだノーミスです。ノーミスですから二人とも。ここを持ってきてプレッシャーを与えたいところで持ってこられるとやばい。後ろいますからね。後ろいますからね。なんかさっきから僕のマネばっかりされてるような。並んだ並んでもまあお互い取れたら並びですからね。そうですね。まあでもあの申し訳ないんですけど、あの僕これミスって面白い展開とかちょっとさせてあげることができないんで
たら来てくださいよ。いや、あの返品ね、あのしようと思っても取れちゃうんで。やばいな、200も危ないな。まあまあまあ、僕はとりあえずあの7-10出ないようになります。うわ、どうしようもないですね。セブンテンお願いします。さっきよりね、ちょっと伸び感じるんでちょっと怖いんですけどね。参りました。これはもう、いや、まだ僕見たくて立っちゃうので分かんないです。参りました。今、まだしましたね。じゃあこれないですね。じゃあ最後にこれをちょっと取ってかっこよく締める。原さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。はい、そして結果の方が原田さんが168点で、私、はい、イソピーが202点勝利。いや、本当にね、もう最後に全くわからない展開だったんですけど、ちょっとイージーミスが響きましたね。そうですね、一回ちょっとやってからもう崩れちゃった。いや、本当にでも7フレまでもう互角な感じでいい勝負してたんですけど、ね、いい勝負でした。いや、でもどうですか、ピッチパープルは初めてウレタンボール投げたんですけど、はい、今までのウレタンと違ってピン時がものすごくいいなって思いましたね。そうですよね、ウレタンって結構ね、ピンアクション悪いというかね、なんか飛びづらいイメージありましたけど、ね、意外に倒れてくれるんですよね、これ。まあ、とりあえずね、ちょっとレーンがね、まあ、結果的に僕も200行きましたけど、なんか200出たぐらいの、ちょっとあっちゃこっちゃ投げて、まあ、なんとかミスが出なかったっていうだけなんで、まあ、とりあえず今日はラッキーでも勝利拾えて、よかったです。はい、じゃあね、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。原さん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ今後もまたボーリングでもゲームでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお願いします。